皆さん拍手をお願いします。今日はですね、キハダマグロという種類のマグロです。水揚げ産地がですね、宮崎県ですね。で、大きさの方が40キロでございます。はい、まあ、キハダマグロも中型クラスです。大きいのですと60キロとか70キロとか80キロぐらいまでいます。で、まあ、マグロはですね、まあ、皆さんご存知だと思いますけども、この尻尾を見ていただいて、だいたい7割くらいこの尻尾でこの辺の良し悪しを判断します。はい、まあ、あとはですね、この皮肌のツヤとか、まあ、さっきの目玉とかですね、そういうところで、まあ、判断します。はい、で、下ろした時がこのように、皆さん見ていただくと赤く発色してません。で、下ろして空気に入れると、このように赤くなってきます。もう時間も時間なんで、早速戻していただきます。じゃあまず頭から落としていきます。はい、これは頭ですね。頭で食べるのも結構あるんですけど、まあ、希少部位で、ここは肉ですね、ここが。で、あと、ほっぺたのお肉、ほほ肉って言うんですけど、ここも2枚しか取れません。あと、目玉もですね、これ煮付けで食べれます。はい、コラーゲンたっぷりなんで、女性の方はとてもいいと思います。で、これから次にカマを取ってきますね。カマも、これ売ってては2つしかありません。はい、これカマですね。これ塩焼きにしていただくの大変美味しいです。マグロは基本的に5枚おろしです。小さいやつは3枚おろし。まずこれ真ん中にポン酢を入れます。はい、これまだお腹が出てますね。
ゲームが今から小川口に行きます。今日はですね、グラム380円で、販売させていただきます。今からいいところから出してきますので、おろしたてのマグロをこっち出していきますからね。